はい、チーム T-ROCKS の皆さん、こんにちは、トシです。いつもありがとうございます。ね、今日はね、ライブハウスをね、利用するにあたって、ちょっと、ね、気をつけた方がいいっていうか、逆に言うとこっちからすると少しね、こういうの困るなっていうね、あの感じのことをね、話して3つほど話そうかなと思っています。ね、まず1つはね、時間を守らない。これはもうね、どんな場合でもまあ当たり前ですよね。これは社会人でも社会人になったらもう、まあ、子供の頃からそうなんだけど、まあこれは一番分かりやすいですね。これは本当分かりやすい。本当にどうしても渋滞とかさ、電車が遅れちゃったとかさ、そういうね、まあまあ仕方ない時はもちろんあれですけれども、そうじゃない場合はね、本当に守らないとダメです。んで、来てからね、その来てからも守らない人っているのよ。まあ例えば集合時間にさ、ね、ちゃんと来てるんだけど、来てからも守らないっていう、守らないっていうか来てからもあまり時間を気にしない人、自分の気分次第で、やりたいっていう人って、まあ、ね、そうなっちゃうとやっぱりね、お店側はね、なんとかいいんですよ。だってお店側はじゃあいいですよって言ってもいいんだけど、これやっぱ他の演者さんがいた場合の話なんだけども、もう他の演者さんが全部ずれるじゃないですか、時間がね。で、これが一番良くない。なので、それに対してのお店側の判断っていうのはすごく難しくなるというか、大変になる、調整が大変になる。あと、それからこれはもうお店によっての対応になっちゃって、あれなんだけど、僕はうちの場合は本当に他の演者さんが第一なんで、申し訳ないけど時間通り進めるよっていうことは言っちゃうんですよ。で、そうなってくるとね、その人はなんだよってなって、多分ね、このお店やだなって思うと思うんですよ。だけど、どちらかじゃない、どう考えたってその時間を守らない方が悪いんだけどもね、なんだけども、少しぐらい融通聞かせてくれっていいじゃないかよっていう話ね、5分ぐらいいいじゃないかって話ね、で、まあまあ5分とかさ、本当にね、少しはまあまあいいけど、でも他の人のずれてるんだよってよ、他の人の時間がずれてるんだよっていうのは、自覚してもらわないとやっぱりいけないので、ここのところはしょうがないからね。どっちの肩を持つって言ったら、厳しいかもしれないけど、ある程度時間には、ちゃんとやってもらうっていうことね。まあそう、もちろん少しの遊びの時間はね、ちゃんとあるけどもね、それはちゃんとあるけれども、でもその野放しにはしない、野放しにして喜ぶ、なんていうの、演者さんっていうのももちろんいると思う。で、そうなると、そういう演者さんが来るお店にはなるね、そうなってしまう。だからね、そう、うちとしては時間はスケジュール通りほぼほぼ行くようにしてる。まあ人間だからね、しょうがないんでね、まあまあそうなんだけど。で、じゃあね、2つ目ね、2つ目はね、機材をね、たくさん持ってきすぎる。これ機材ね、たくさん持ってきたい、わかります。僕もやっぱりね、アンプヘッド持ってったりね、いろいろやってました。で、2本持ってったりね、楽器2本持ってったりした。まあこれは1本が急に音出なくなった時のためにさっと変えられるようになるんだけども、一番僕がやっぱりやってて気をつけてたことは、全部まず自分で運べること、あとそれから時間内に全部自分で、運び出したりとか、いろんなことができること、こういうことをちゃんと自分内でよし、できるなっていうね、ことね、それを考えて持ってってたね。で、これが大量に持っていくと、それだけ自分にリスクがかかるし、あとそれから一番良くないのが、それをセッティングする時間を頭に入れてないってことですよね。それをじゃあ運べたとしても、それを、セッティングの時間、お宅は10分ありますよとかさ、15分転換ありますよってなってるでしょ。で、そういう時に、まあ、もっと時間かかっちゃうと、もう大量にあるからね、機材が大量にあるから、それを組むだけで時間がすごくかかってしまって、セッティングの時間内に収まらないなっていう人ってたまにいるんですよ。そんないっぱい持ってきて大丈夫なのって言ったら、思ってるとやっぱり一人でやってるからできないんですよ。で、他の人手出せないしね、で、結局のところ本番時間を削らなきゃいけないことになるわけでしょ。でもそういう人たちって本番時間削らないんですよ。ちゃんと6曲なら6曲って必ず全部やるわけだけど、もうセッティング時間オーバーしてるからね、そこでまた時間がオーバーしちゃうよって話。これもちゃんと計算していかないとダメですよね、自分でね。このぐらい持ってってこのぐらいで、セッティングできるだろうと、ね、そういうことですよね。それをちゃんと計算しないと良くないっていうことですね。で、最後になるんですけども、その機材なんだけど、最近さ、すごく便利でさ、 Amazon でさ、いろんなの買えるじゃん、ね、それで
お、これ安くていいなってのもいっぱいあるんですよ。お、これ使えるなって、まあ、最近デジタル機器がね、やっぱデジタルだから、なんていうの、安いのにね結構使えるなっていうのいっぱいあって、いや昔よりすごくいいなと思う。だけど中にはやはり非常に粗悪なものもやっぱりある。でこれが、ある程度の、まあ、なんていうの、知識があるというか、そういう人は、あ、これはちょっと実用に耐えないなっていうのが分かるんだけど、分かる人が多いんだけど、やっぱりね、ちょっと分かんない方もいるのよ。そうなってくると、これ安くてよかったんですよつってね、持ってきたりするんだけど、それがね、まあね使えないんだわ。このね実用に耐えないもの、まあ、例えばさ、マイクとかね、その、まあ、一例で言うと、なんだろうな、ヘッドセットマイクとかってね使いたい人たまにいるんだけど、ヘッドセットマイクなんていうのもね、シュワのさ、ちゃんとしてるやつなんかだと、もうあれはもう、4万とか5万とかするのかな、3、4、5万ぐらいとかしますよね。そういうやつで絶対 安全じゃないですか。安心安全だよね。もうかな、何の問題もない、当たり前ですけども、シュワだからね。でそのひどいのになるとね、やっぱね、安かったんですよみたいになって、でそうなってくるとね、もうねノイズがひどいとか、あとそれから、出力の信号がやったら弱いとかさ、アンバランスとバランスの関係で全然上がってこないとか、でこっちで原因上げると今度さーってノイズがひどいとか、そういう使えないものも持ってくる人 いっぱいいるんですよ。いっぱいっていうか、うん、いるのよ。でそうなってくるとね、壊れてるんですかって聞くんだけど、いや壊れてないけどちゃんとしてライブで使うにはちょっときついぞというね、ノイズがひどいなとか、あとあれね、集音のあれがね、指向性がひどいなとか、もう全部拾っちゃうなとか、まあいろいろありますよ。あとそれから、そうだな、アコースティックギターに貼り付けるようなタイプのなんかあるじゃないですか、マイクで撮らないで貼り付けるようなやつね、でシールドでいけるやつ、あれもね、今度感度高すぎてボディをね、ちょっと触っただけでカンカン音が鳴っちゃってね、ハウリングがすごいとかね、高すぎる、原因が高すぎるなとか、そういう製品とかってまああるじゃないですか、いろいろその辺も考えられて作っている製品じゃないものがあるから、音さえ出ればいいんでしょっていう製品もやっぱりありますから、そういうね、あまりにね、実用に耐えられないものが今アマゾンとかで安価で売ってますから、もうね、どんどんね、だからそれを鵜呑みにしない方がいいよねこれ大丈夫かなって考えた方がいいよね、さすがにさ、うん、そう、そのぐらいですかね。まず今日ちょっとね3つほど言ってみましたけどもね、うん、またねいろいろあったらね、お話してみたいと思いますけども、はい、まあ、そんな感じでまた聞いてください。ありがとうございます。